最速パイオニア信頼レポート第2弾、こんにちは、パイオニアの田上です。今回はこちらヴィーナスゾーンの叩きどころでもある V ゾーンですね、こちらを詳しくご紹介していこうと思います。ヴィーナスゾーンの詳しい内容については概要欄に第1弾の動画貼ってますので、そちらチェックしてみてください。はい、でまず軽くおさらいなんですけれども、 V ゾーン突入させるためにはこのスイカ揃いですね、これが主な突入契機となりますので、まずはスイカを引いていきます。はい、このシチュエーションですね、左リールに滑ってこうスイカベルリプレイが止まって、この形が一番期待度が高いシチュエーションになってます。はい、これね、斜めでテンパイするとスイカ揃い濃厚になるんですけれども、今平行でスイカはベルというところで、はい、スイカが揃いました。ここからですね、 V ゾーン突入となります。まずボーナス確率が約10分の1になってます。10分の1でこのハイビスカスが光るということですね。でそれに対して V ゾーンが終わってしまう確率というのが約79分の1になってますので、ゲーム性としてはこの79分の1を引く前に10分の1をどれだけ引き続けられるかというものになってきます。簡単に言うと、今流行りのパチンコの、大当たり中に似たようなゲーム性と思っていただければ分かりやすいかなと思いますけれども、とにかく10分の1のボーナスハイビスカスが光ることを願いながらレバーオンするっていうのがこの V ゾーン状態中の楽しみ方になります。でそのループ率に直すと、状態中のボーナスループ率が 87% になりますので、5回6回ぐらいは続いてほしいなというところですね。もちろんこの間は公約の同時動線もありますので、チェリーであったりと中段ベルですねが揃った時はさらにチャンスのシチュエーションとなります。お、まさにでしたね。おそらく今チェリーを引いたので、もしかするとチェリーで当たってたかもしれませんし、次のゲームで10分の1を引いた可能性もありますけれども、こういう形でボーナスをいっぱい引いていくと、まずは、はい、ビッグボーナスからスタートです。で、消化中はですね、もう簡単です。リールが、パネルが消灯すれば、いずれかのリールに7を狙う。これだけで大丈夫です。では、ビッグボーナス消化していきます。はい、これで終了です。早速ビッグボーナスで、おそらくチェリーで当たったのかわからないですけどね、いいシチュエーションが見れました。でもちろんボーナス終了後も V ゾーンから始まるので、この後もまずハイビスカスが光ることを願う。早めに来てほしいですね。79分の1なので、そんなにね早く引く、引いちゃう時もあるんですけど、今ですねちょっと僕止まっちゃったんですけど、わかりますかね、ちょっとわかりづらいんですけど、実はこれヴィーナス目になってます。しれーっと止まりましたね。ヴィーナス目が出ると次のレバーオンで光ってくれると。なのでああいった出目法則もあるので、出目であよかった当たってたっていうシチュエーションも結構あります。はい、この時も順調ですね。これでビッグボーナス、はい、これで終了ですね。はい、まだまだ続きますよ。なんせ 87% ループなのでね、早い、これです。もうこのリズム感、もうなるべくね10ゲーム内にもうポン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 光ってほしい。こうやって V ゾーンを楽しむ。またまたビッグですね。今ビッグが3回連続引けましたので、獲得枚数でいうとどうでしょう、400枚届かないぐらいですかね、350枚ほどになるかと思います。でもちろんこの間の V ゾーン中の BR 比率、これもオキスロチックになってますんで、ビッグの方が当たりやすいというものになってます。なのでビッグに傾くと、それだけで結構出玉の塊ポンと増えると思います。はい、まだまだ行きましょう。あ、ちなみにこの V ゾーン状態中は設定差がないので、設定1でも6でも、もうとにかく10分の1を引けたものがもう勝利というゲーム性になりますので、もうここのレバーオンはおそらくパイオニア史上一番こう気合を入れるシーンかもしれませんね。あ、よかった、まだ通常、これ通常点滅ですね。はいはい、順調にビッグボーナス続きますね。今ビッグ4回連続で引いてますね。獲得枚数がちなみに今の段階で今で500、510枚ですね、獲得してます。
結構ビッグ4回続いてくれてるんで大きな塊もらえてますね。まだまだ 87% ループなので7回8回ぐらいは行きたいですね。ちなみに今回これガチ実践なので実際にホールでこう導入される仕様と同じ V ゾーンを行ってますんで実際に 87% ループがどこまで行くのかっていうのも見ていただけたらなと思います。さあでこの V ゾーン中はもちろんねハイビスカスレバーでハイビスカスが光ることを願うんですけど冒頭にもありましたビーナス目が止まるケースもあったりするのでこの出目停止系にも注目いただけたらなと思います。特にやっぱりこう左側滑ったパターンですね、こうスイカが出てスイカを割れるの形、このシチュエーションがやっぱり一番期待度が高いですね。子役同時当選の確率も上がってますのでスイカでももちろんチャンスですし中段ベルでも全然期待持てる子役になってますんで左リールピンク7が滑った瞬間はもうグッと光りました。はい、これでレギュラー終了です。今ビッグ4レギュラー1ですね。でちょっと今僕正直不安だったんですけどまだ分かんないですね。はい、ビッグボーナスです。これが V ゾーンの真骨頂です。はい、ビッグボーナスです。大台に乗ってきましたね。今ビッグ8回のレギュラー2回10連続ですかね、初当たり合わせて10分の1を引くというつもりでレバーを押してください。必ずあとは79分の1引くな、この2つですね。でそれでハイビスカスが光ることを願いながら、そういう時もね意外とこう出目でビーナス目が止まったりすることもあるんでもう本当にこうどこ見ていいかもうハラハラドキドキしたら分かんないですけども、そういう感じで V ゾーンを楽しんでいただくと一番楽しいんじゃないかなと思います。さあ今45ゲームです。もう厳しいかもしれないですね。まだ分からないですけど、お出ましたプレミアムデメツ。しかも48ゲームですよ。完全に終わったと思って出ましたけどまだいましたね。こういうこともあるってことですね。たまたまハマってたっていう、いやこれ嬉しいですね。しかもプレミアム点滅なのでビッグ濃厚です。はい、びっくりしますまだまだやっぱ50ゲーム、正直諦めてましたけどまだまだあるという、いやびっくりしましたね本当に。あら、さっきのケースがありますから、はい、厳しいですね。おそらくもうさすがにいないかなと思います。一旦この辺で終わりにしようかなと思います。で実際 V ゾーン今ガチで回してみたんですけれども、ビッグ9回レギュラー2回でしたね。結構ビッグに寄ってくれました。で実際の枚数が約1088枚ほど、1000枚ちょっと出た形になります。なので、結構ビッグに寄ったっていうのはあると思うんですけども、一回この V ゾーン入ってしまうと大きい出玉の塊が得れると思いますので、まずはこう10分の1をいっぱい引くというのと、それプラスビッグに寄ってくれればなというのを考えていただきながら打っていただくと結構いい結果になるんじゃないかなと思います。はい、というわけで V ゾーン実践してみましたけれども、先ほど私が打ったようにですね、10分の1を早く引くというのと79分の1を引かないっていう、このハラハラドキドキしながら、まさに本当にパチンコに近い感覚で打っていただくとものすごく楽しめる機会になってますので、登場にぜひご期待ください。今回はですねこの V ゾーンだけに限った動画だったんですけれども、導入前にはもう少しがっつりした実践であったり、さまざまな楽しみ方がまだまだたくさんありますので、そういったものを用意しておりますので、ぜひねパイオニアチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次ビーナスゾーン導入前の実践動画でお会いしましょう。さようなら。